今週の PSP インターネット教室、中村さんにお話を伺ってまいります。おはようございます。おはようございます。まあ、私のお知り合いの方なんですが、はい、パソコンの電源を入れてから、例えば E メールだ、ワードで文章を打つとか、そこまで非常に長い時間がかかると、はい、立ち上げに時間がかかると、はい、でこれ前と違うんだけどどう思うっていう質問だったんですよ、はい、で私はゴミ箱の中どうですかとか、そういうぐらいしか答えられなかったんですけど、中村さんどうなんでしょう。可能性はいろいろあると思うんですけれども、ええ、一番最近で多いのは、はい、スパイウェア。スパイウェア、はい、マルウェア、スパイウェアといって、はい、皆さんがいろんなウェブサイトに行った時に知らない間に自分のパソコンにファイルを置かれてる可能性があるんですよ、うん、Windows が立ち上がったりする時にですね、そういったファイルも一緒にさりげなく立ち上がってくるので、うん、知らないところに体重が増えた状態で立ち上がるので、はい、大変なんですよね、うん、で特に Windows の場合、起動時に時間がかかるのであれば、はい、マルウェア、スパイウェアが入っている可能性すごく多いと思います。例えばウェブサイトを、まあ、閲覧しているときに、はい、欲しくない広告がパッパッパッパって上がってきたりとか、はい、あれですよね。そうですね、まだそれ可愛いんですよね、はい、目に見えるので、うん、一番多分初歩的なというかエントリーレベルですと、リンクをクリックしたときにそのファイルが入ってしまって、え、まあ、うちもお客様でね、ありえないようなこうアダルトの写真が出るようになっちゃったりとか、うん、勝手にデスクトップを入れ替えたりとか、はい、いったこともありますが、一番怖いのは見えないところで静かに立ち上がっていて、うん、皆さんの打つキーストロークをキャプチャーしてたりとか、うん、皆さんのどこパソコンで何をしてるのかとも見るので、はい、パスワード盗まれたりとか、はい、ありえるんですよ、うん。一番怖いのは、例えばオフィスで今オンラインで経理されてたり、はい、オンラインバンキングされたりしてますよね、そういったものをキャプチャーする、うん、皆さんの打った内容を取るのではなくて、皆さんのキーストロークを取ろうとすることもできるんですよ、はい、でそれを外に報告しちゃうんです。なのでパソコンが遅いなと思う前に、はい、マルウェアやスパイウェアの、うん、駆除スキャンをしてくれるソフトたくさんあるので、はい、しかも無料なのでね、うん、ダウンロードしてまずはそれをスキャンする、うん、もっと根本的に直すのであれば、うん、一回クリーンインストールといって、はい、Windows を入れ直すことも手なんですけども、うん、ちょっとめんどくさいですよね、うん、バックアップ取ったり、はい、バックアップの中にファイルが残ってる可能性もありますので、うん、例えばマルウェアバイトとかいろんな形のものはありますので、ダウンロードされてスキャンされたらいいと思うんですね、うん、Windows なんかの場合ですと最新のものはそういったものが入ってるとは言っても、どんどん敵も手強いですからね、はい、新しい形式でいくので、 Mac でもウイルスを置かれてる時ありますよ、うん、そうですよね。なので時々、ね、あのソフトウェアをダウンロードして、はい、スキャンされて駆除した方がいいと思います。番組でこういったご質問とかも受け付けていただけると、いつでも、はい、お問い合わせください。はい、では皆さん、ラジオアットマーク TJSLA.com で受付をしておりますので、ぜひお問い合わせください。そして PSP さんへのお問い合わせは電話番号1800-232-3989です。はい、中村さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。 PSP インターネット教室、この番組は PSP インクの提供でお送りいたしました。